それにしてもこの携帯さ、もうちょっと役に立てばいいんだけどね。暇つぶし用のアプリとか SNS とかないし、形だけ今風でも何の意味もないじゃん。まあな、そもそも県外だからかマップ機能も使えねえし、メッセージログも残ってねえ。そうだよね。私もいろいろ試してみたけど、画像のアルバムしか使えなかったよ。せっかくのスマホなのにな。日陰くん、どうしたの？あ、いや、なんでもない。でも少なくともライムぐらい欲しいよね。そしたら、ベニユリちゃんとフレンドになってラブラブスタンプいっぱい送ってあげられるのに。それはいらないかな。あ、ヤマトは速攻ブロックするけどね。こっちだってお前と繋がりたくねえよ。日陰くんはあんまりスタンプとか使わなさそうだよね。スタンプ？うん、ライムのスタンプだよ。ああ、そうだね。もしかして日陰っち、ライム使ったことない？そんなことはない。ライムのスタンプもよく発送していた。いや、明らかに使ったことねえだろ。あ、そっか、日陰くんスマホじゃないから使ったことがないんだね。しかも相当前の機種じゃないかそれ。別に使えれば何でもいいじゃないか。あ、わかった。日陰っちの苦手なもの、ズバリ携帯でしょ。実は SNS とかアプリとかも何のことか分かってないんじゃない？へえ、お前機械系苦手なのか。そうなんだ、なんか意外。苦手とは言っていない。ふん、じゃあスマホの操作もきっとバッチリマスターできるよね。もちろん問題ない。あの日陰くん、別にスマホが使えなくても変じゃないよ。無理しなくても。無理じゃない。そう？じゃあじゃあ俺の貸してあげるからさ、ちょっとメール打ってみなよ。メールの画面はね、この封筒のアイコンを指で押すと出てくるよ。この携帯、ボタンがないぞ。どうやってメールを打つんだ？スマホにはボタンねえよ、無理すんな。無理じゃない。みんなどうしたの？かぎゃくん、日陰っちがスマホ初体験中だよ。え？でも意外だよね。理系ですが何かって顔してんのに使ったことないとか。カラスバくん、そのくらいで。かぎゃさん、どうしたの？いや、スマホで何かな。かぎゃくん、もしかしてスマホ自体を知らない？え、日陰の上を行くやつが現れたな。でも日陰くんと同じようにスマホ苦手って人もたくさんいるし。ベニユリちゃん、苦手と知らないは全然違うから。苦手じゃないと言っているだろう。お前はいい加減認めとけよ。もしかしてスマホがこの館を出る重要な手がかりになってるとかかな。
これがスマホだ。ああ、スマホってみんなの携帯のことなんだね。実は変わった形だなって思ってたんだ。この携帯ってボタンはついてないのかな。スマホにはボタンはついていない。ここを押すとメールが作れるんだ。わあ、本当だ。へえ、画面も綺麗だし、なんだかかっこいいね。そうだろう。なんでお前が自慢げなんだよ。しかもそれ俺のスマホだからね。ねえベニユリさん、僕にもスマホの使い方教えてくれるかな。うん、まずは